カツさんがまた頼み事があるちいうことじゃ。今度はわしらにしかできん仕事らしいぜ。おお、やる気じゃのう。わしも同じぜよ。カツさんや久保様のおかげで日本が変わってきちょる気がするき。それにそろそろでっかい仕事を任せてもらえるのかもしれん。そう考えるとそわそわしてくるじゃろ。わしが先に行っちょっき、カツさんの家で落ち合うぜよ。お前さんか。わざわざすまねえ。折り入って頼みがあってな。これは内密の話だ。他言無用で頼むぜ。上様が京都に行くってのは知ってるな。そこで護衛のために老子組ってのを作ることになった。腕の立つもんは身分も前科も問わず雇うって方針だ。なかなか思い切ったことをするもんだぜ。京都守護職の松平片森殿は表向き農民にも禄をはめる機会を与えるためだと言ってるがよ、倒幕派をわざと招き入れまとめて片付けようって腹だろうな。見た目は色男だがなかなかの食わせもんだぜ、あの御仁は。なるほどの。幕府のお偉いさんもいろいろ考えちょるんじゃな。けどよ、倒幕派が暴発して上様に万が一のことがあっちゃ困る。真の受けるやつを組に入れて中の様子をつかめるようにしておきて。どうだ、お前さんたちに頼めねえか。八方を調べさせたがやつが江戸にいる気配はねえ。となると京へ向かったかもしんねえぞ。上洛の一件で今京には倒幕派の藩士が集まりつつある。奴がそこに現れても不思議はねえだろう。勝さん、わしは依存ないき引き受けるぜよ。お前さんもそれでいいか。悪いな、助かるぜ。ちょうど今小石川の伝通院で大使を募ってるところだ。行ってきてくれ。もう始まっちょるなら急いだ方がええの。ほいたら伝通院での。よく来たな。おお、やっぱりお前か。龍馬と一緒に浪士組に入るというのは。まあなんとなく来る気がしてたよ。俺は山岡鉄舟と共に浪士組の取締役を務めることになった。お前たちに出世の足がかりをもらったな。礼を言うぜ。失礼、中沢琴という。私も浪士組に入れてもらおう。三人とも来てもらって悪いが、組に入れることはできん。希望者が多くてな、足切りさせてもらうことにした。腕の立つ者を集めていると聞いた。私より強い者がいるというなら今すぐ手合わせ願おう。やれやれ、なぜ困ったやつばかり集まるんだ。八郎殿、またいさかいが起きている。例の二人が誰かで構わず
喧嘩を吹っかけているようでな。あの田舎道場のイノシシ武者ともか。かくなる上は力ずくで騒ぎを収めるしかあるまい。その役目私に任せてくれ。連中をおとなしくできたら私を組に入れてほしい。どうだ。おお、いいぜ。正直あいつらには手を焼いててな。沈めてくれるならありがたい。お前たちも中の連中をおとなしくさせてくれ。それが組に入れる条件だ。知り合いでもひいきはできないんだな。組に入るための腕試しも兼ねてるんだぜ。俺がやったら意味がないだろうが。よし、頼んだぜ。どこぞの田舎憲法じゃろ。朝飯前じゃき、ちゃちゃっと片付けてくるぜよ。
んじゃ。奴はいないのか。勝負です。少しは歯応えがありそうだ。他の連中とは違うようだ。なんだと。ソウジ、お前も来ていたか。良いものを見せてもらった。天然理心流の沖田ソウジです。同じく天然理心流の近藤勇、土方歳三だ。その腕前、ぜひとも老子組で役立ててくれ。ご苦労さん、よくやった。
さすがだな。あいつらの天然理心流ってのは実戦向けの荒っぽい流派なんだが、お前の敵じゃないか。私の働きも見ていただろうな。役目はきっちり果たせたと思うが。ああ、十分な腕前だ。お前たち三人とも老子組に入っていいぜ。ありがとう。これからよろしく頼む。さて、俺たち老子組は近々上様の京都行きの露払いのためこの地を出立する。旅の準備を済ませてこい。終わったらまたこの広場に集まるようにな。